は世界に誇れる日本の文化、高い人間力と男としての品格を持ち合わせたベストオブベストな職業です。最高のホストをお探しですか？なら今からご紹介します。最強のホスト出てこいやー。まあ、この位置になるかとも思ってますんで、この感謝の気持ちを忘れず、しっかり僕が今日はグループに引っ張って、ずっとナンバーワンと向けていきたいなと思います。9月のグループ売り上げナンバーワンに輝いたのはCLOVER 7天沢選手でした。お客様総勢200名以上の在籍ホストの中から毎月その功績に応じてランキングを決定。視力、体力、洞察力、そして高いビジネススキルに加え、自ら築き上げた品性が問われるランキング、クローバーグループ10月度グループ月間売り上げランキング発表。ナンバー10ナンバー17よりランクアップ。型破りな熱血野郎ドキドキGO松岡テル。ナンバー9ナンバー19よりランクアップ。クローバーレイブの冒険クローバーレイブ山城大輝。ナンバー8ナンバー6より2ランクダウン。他人の心が読める男クローバー7ユウキ。ナンバー7ナンバー14よりランクアップ。クローバーレイブの上り竜クローバーレイブショータ。ナンバー6ナンバー5より1ランクダウン。挫折を知る技巧派リーダーCLOVER TOKYO 滝沢亮。ナンバー5ナンバー49よりランクアップ。底なし最強ルーキードキドキGO K。ナンバー4ナンバー1より3ランクダウン。2010年度グランドチャンピオンCLOVER 7天沢誠治。そして見事トップ3となったのは楽しめなければホストじゃないCLOVER 7坊谷瑞希。独自のスタイルを貫き、今や圧倒的なまでの結果を常に見せてくれる瑞希。前回4位の雪辱を果たし、一番楽しんだホストが一番のホストだという理想を形にすることができるのか。続いてミスタードキドキGO南大輔。トップ10常連の彼が長い沈黙を破ってナンバーワン争いに食い込んだ9月だったが、惜しくも3位に終わった。今月こそ前回の悔しさを糧にグループナンバーワンを勝ち取ることができるのか。最後は帰ってきたトップランカーCLOVER TOKYO夏木優。その安定感はグループ随一の実力。どんな環境にも瞬時に対応し、常人の理解を超えた完成でグループナンバーワンの称号を狙う。のホストをお探しですか？今すぐご紹介します。終わらない戦いが今日もまた俺たちを奮い立たせる。最強のホスト出てこいや。ナンバーワンは誰？